どうも皆さんこんにちは。またウクレレ教室ガズレレのガズでございます。皆さん今日は何の日か知ってますか？今日はですね、はい、こちらの本のご機嫌ガズレレデイズ、とうとう今日発売日なんです。皆さんぜひこの本ね読んでもらいたいです。もうねガズレレとかもあらゆるところでねこの本のご案内をしてますけど、とうとう発売日になりました。で今日はですね、発売を記念しましてこの本の前書きをですね書いた著者、ガズによるちょっと朗読をしようと思うんですよ。前書き、まあ、短い文章ですけど、ちょっと読んでみましょう。まあ、ちょっと表紙を見てもらうとこんな感じになってるんですけど、 1枚目めくってイラストが素敵なイラスト書いてありますよ。でこうめくるとここに始めにっていうのがあります。これを今から読ませていただきます。いきます。始めに。音楽を聴くのは最高だけどやるのはもっと最高。これを合言葉にガズがウクレレ YouTuber として活動を始めて約10年。おかげさまで現在ウクレレ YouTube 簡単ウクレレ教室ガズレレは19万7000人の方にチャンネル登録をしていただいております。ありがとうございます。改めまして僕はガズと言います。妻の小添さんハニーさんと南信州の自宅を拠点にレッスン動画の配信をはじめライブ活動、楽譜本やエッセイ本などの出版、オリジナルウクレレの販売などをガズレレとして様々な活動を行っています。もともと僕はプロのミュージシャンでバリバリのギタリスト。そんな僕がなぜウクレレ YouTuber になったのか、それは35歳の時に急性骨髄性白血病にかかったことが発端でした。ドナー様のおかげで骨髄移植は成功、九死に一生を得たものの、退院した僕は完全に何にもできないおじさん。そんな時友達にウクレレ教えてと言われてウクレレレッスンを始めました。身内向けに YouTube にアップしていたレッスン動画がいろいろな方に見ていただけるようになって今に至ります。闘病中は本当にきつかった。だから元の生活に戻ったらもう楽しいことしかしないぞと決めています。この本は2018年に出版した、いきなりウクレレという本の続編、この本になるんですけども、これは本では買えなくて今ね Kindle で読めるようになってます。ぜひこっちも読んでもらいたいんですけど続けます。過去5年分のブログを元に再構成したものですが、病気の時に楽しいことしかしないぞと、決めていた僕はブログもですねいいこと楽しいことしか書かないぞと最初からもう決めていたわけです。はい、決めていました。そうすると当たり前に過ぎている毎日の中で目を凝らしていいこと楽しいことを探すようになっていったわけですね。そうやっていいこと楽しいこと探しをしていたらいくらでも見つかるいいことっていっぱいあるんですよ。はい、だからこの本にはいいこと楽しいことがいっぱい詰まってます。読んでるだけできっと豊かで幸せになるはず。では始まりという、今前書きを読ませていただきました。この先はですね、まあ本当に自分で言うのもなんですけど自分で読んでいてちょっとこう感激しちゃうっていうかですね、己を知るという要素もあるとは思うんですけど、まあとにかくすごくいい内容になってます。写真もすごい盛りだくさんで、まあとにかくよく素晴らしい本になってます。いろんな写真、ハニーさんとくつろぐ写真とかですね、あとやっぱりやっぱ内容がねすごい、あとGラボウクレレがどうやって始まったかとかそんなストーリーもあって、もじゃくんとの出会いとかですね、そんなことも触れておりますということです。まあみんなと一緒に歌うと楽しいよねっていうのは基本ですけど、音楽はね聴くからやるに変えていこうぜっていうことをいつも伝えてるんですけど、はい、この本にねそのね、濃縮したそのメッセージがたっぷり詰まっておるわけでございます。ぜひ皆さんこの本をお手に取っていただければと思います。概要欄にですね、そのこの本にの詳細がわかる主婦の友社さんのね、この本って主婦の友社さんから出版されてるんですけど、ホームページの、1枚のページのリンクを貼っておくので見てください。でね今日ね私が住んでる南信州で一番大きな本屋さんに行ったらですね、なんとこの本がですね山のように積まれてまして、サインをしてきました。長野県にある長野県飯田市にある平安堂飯田店さんです。ちょっとその時の様子ご覧ください。ありがとうございます。すみません、今動画回してます。あ、本当ですか。 YouTube でもちょっとね平安堂飯田店さんでいいですか。はい、平安堂飯田店さんで見てください。こんなに積んでくださってありがたいです。はい、ぜひ皆さんこちらにお越しください。いやー、今日発売日で本当にねめちゃくちゃ嬉しいんです。本当ですよね、発売日はずっとねこうこれを作るためにチームでちょっと取り組んでたんで、いやでも本当にありがたいことです。本当にすみません。はい、よし、はい、ありがとうございま
それで、はい、これで4つですか。もう1個ですね。はい、サインをさせていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。サイン本として書かせていただいて、はい、販売させていただきます。ありがとうございます、はい、まあ、このまたこういうプレートみたいなのを用意してまた持ってきます、ね、ぜひともよろしくお願いいたします。嬉しいですね、はい、はい、どうもありがとうございます。その平安堂飯田店さん の方々がものすごい応援してくださってて、今度ねポップも置いてくださいとかウクレレも展示しましょうという話になってますんでね、その辺もぜひチェックしていただきたいと思うんですけど、全国の書店さんでも置いてあると思うんですけど、もしなかったら店員さんにですね、この本を置いてくださいというような感じで注文してくださったり、この本いいですよとか言ってご紹介していただけると嬉しいなというふうに思います。そしてですね、Amazon で予約してくださった方たくさんいらっしゃってありがとうございます。ガズも一応予約してみたんですけど、なんかね今日届かなかったんですよ。なんでもしかして今日届かなかった方いるかもしれない、明日とか明後日の方もいるかもしれないんですけど、そこはちょっとねなんかもうなんとも言えないところなんですけど、少々お待ちくださいということなんですけど、可能であればというか、もう可能であればというか、もう絶賛お願いしたいんですけど、この本を読んだ感想をですね、Amazon のレビューとか楽天ブックスさんとかレビュー書けるところがあると思うんですよね。そこにですね思ったことをそのまま感想を、レビュー書いてください。ぜひともお願いします。ガズレレのことを始めた知ったばっかりの方っていうのは、そういうレビューってみんなのね言葉をすごくやっぱり参考にすると思いますんで、ガズが出してる、ね、たくさんの楽譜の本も、そうなんですけど、ぜひ楽譜の本をはじめこっちの本もですね、感想をですねレビュー書いていただくとすごく嬉しいです。ぜひとも皆さん、それがですねまたガズレレ仲間も増やすと思って協力をお願いできればというふうに思います。そして書店さんで買った方も、皆さんもし SNS とかやっておられたら、この本の感想をですねこう述べていただくとですね、また皆さんこうチェックしていただけるかなと思って、まあ、こういう本って今って出版不況と言われている中で、なかなかね皆さんの手に届きにくいんですけど、そこはもうガズレレのですねこのパワーというかですね、このなんていうのかな、この本読むときっと皆さんにとってすごくいいことが多い本だと思うんですね。やっぱ考え方をちょっと変える、すごくねいいヒントが詰まっているんで、そういうことで、人生をこう面白い方にスイッチを変えていくっていう人が増えたらね、すごく僕も嬉しいなというふうに思うんですよね、そんなこともあって、ぜひこの多くの人にこの本を読んでいただきたいというふうに思っております。はい、そういうことで今日は発売日記念ということで、お外でちょっとこう撮ってみました。はい、ぜひご機嫌ガズレレデイズ、皆さん、一家に一冊、まあ、ガズレレの楽譜の本もねもちろんそうなんですけど、これをね知っておくとですね、これから音楽と携わる上で、まあ音楽以外にもですねこう人生やっぱいろいろね進めていく中ですごく面白いことが、見つかると思います。ぜひよろしくお願いいたします。合わせて今 G ラボのウクレレたち販売予約期間中ですからね、ただいま G ラボ祭り、この100万円が当たる、すごいことになってますね。ガズモデルと、旅レレは、10% オフということで、なかなか今回も皆さん熱いですね、オーダーをいただいております。セミオーダーとか他のウクレレも大好評、今販売中ですんで、そっちも概要欄にね詳細貼っとくんでよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう、楽しく音楽をしよう、これが一番大事ですからね。この本でさらに楽しく、よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。